次に手洗いについてお伝えします。皆さんの自分の手を見たときに爪は伸びていませんか？爪は短く切りましょう。爪の隙間に汚れが残りやすくなります。また時計や指輪を外してください。指輪や時計の装着付近には汚れがたまりやすくなります。汚れが残りやすい部位は指先や爪の間、指の間、親指の周り、手首、手のしわ、手の甲になります。ここを意識しながら入念に手洗いしていく必要があります。正しい手の洗い方です。流水でよく手を濡らした後、石鹸をつけ手のひらをよくこすります。手の甲を伸ばすようにこすります。指先、爪の間を念入りにこすります。指の間を洗います。親指と手のひらをねじり洗いします。手首も忘れず洗います。石鹸で洗い終わったら十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。タオルの共有は絶対にやめてください。FM, FM, FM, YY.